それがですねダメなんですよ。それで、そうそう、でうち田中道場はハマイ派ですよねっていう声があった。すまんなそれ。もうかれこれ1年、ちょっと待ってくれよお前、北川君に言うよそれ。1年ですけど本当はハマイ派じゃないんじゃないですか。初めて間もなくのバイト頼むよあのさ、マジで何のうち義務もないじゃないだけどこれいい面であり悪い面なんだよ、本当にしょうがないんだよ。でもこの前も昇級審査やってみんなにあの認定状を渡して、あれ涼子ちゃんと今手続きしてたよ、はい、連休が入っちゃったんで、はい、あのなんだっけ、あの連休入っちゃったんでどうしてもさ、はい、あれらしいんで、それで帯もみんなに渡して、あそうか、ええ、よかったよかった。ちょっと北川に電話しとくわ。頭枯れねえから俺もまあいつも女房に買ってもらってるんで、ああ向こうに帰られた時に、そうしばらく帰ってないからでもいいですね、いつも思うけど、ここいや住み込みは最高だよ本当に、ね、仕事ね、この本もいつも多いしまた今日も買われたなんてな、これ本田勝也中古なんで、中古現で買ってるんだよ。ちょっと皮肉のあっぱれ朝日新聞で、バカテレ朝日新聞ですよ。ハリスポンズレア回り込みを防ぐプレスシャンク、プラーのスイング性能を完璧に引き出す。今このテレビ映ってるの、これは日本だよ、日本の、そうだよ、1週間見れるやつ。およいしょ、気が付いたらやっとかないと。ほら、いいな、このテレビは。いいよね、2週間見れるからね。これでいくら払われてるんですか。2374、年間ね、15ヶ月で3400円かな。1ヶ月260円。ほう、260円。ほうほうほう、つまり3000。これでワウワウも全部見れる。愛媛県の佐田岬半島で月3000円ぐらいで、へぇ、1週間も見れるって知ってる。いえ、遠征よりも近くの釣り場に精通するという考え方。結構釣れる場所って70箇所以上あるんですよね、ポイントで。だから大体分かってるんですけど、そのどこの場所がどの時期にどういう感じでいいのかっていうのを、もう全部探り当ててるわけじゃないんで。出ないの、後でまたかけるか。今日練習じゃないですか。今か、いつも違うことやってますね、ええ、今向こう7時だもんね。そうですね、違うパターンを探してみたいな感じで。アベノミスクすごいことになってたな。1万5000超えちゃったろ。超えました。あれ前言ってたよ俺、8月までに行くっつったら8月より早いじゃん。いやすごいですね、本当に105円、103円だろ、現大変だよ。そう、本当。いやみんな大変なんだよ、こっち来るの165円になっちゃった、あ、16.5円か。この前あの試合っていうのはこの中の大連の中のだから区分分けして、ほとんどの生徒に賞状が行くように喜ばせた親、みんなあの支部で分かってないやつはさ、ワイヤン道場はたった10人しか出せなかったんだけど、他のところは 20何人しかいないのに無理して9人10人出したわけ、半分ぐらい。だからみんな賞状もらえるやん、はいはいはい、親がすごい喜んでるわけ。問題を解いて、だって45人しか出てないのに賞状は60枚なくなっちゃったよだって型だろ、はいはい、でも小学校1年だったら、あの重量級と中量級分けたり、はいはい、軽量級と中量級分けたりして、大体一区画を5、6人しか入れないから、あであの負けたやつにもちゃんと参加賞を出して、何にも手ぶらってのはかわいそうだから、メダルでもそれでもお金かかりますよね。だから赤字だよあの飛行機代だけで26万円、1人ね、生徒にやったら200円しか取らないでくれてたバカ野郎、200円じゃできないって、400って言ったらみんな高すぎるっちゅうけど、終わってからみんな、いや先生、来年からは300か400かやりましょうって、なんでみんなもらえるって分かったから、それとあの日本人の選手先生が来てくれて、心配してくれたの、だから200円でさ、40人で8000件しか集まんねえのに、かかったのお前、25万ったらさ、1万2000円飛行機代、飛行機代だけで1万2000円だよ、でトロフィーとあれで2000円だから5万ほどかかってるから、35万くらいかかってるんだ勘弁してくれよだけどね、やっぱ生徒喜ばせやんなきゃダメ。あ、そりゃそうですね、よかったですね。でもね、
で一般部の試合もしたんですか。一般部はねした、だけどあんまりまだ勝手が分からなくて、あんまり試合出てこなかった。あれ4年前に1回やったきりなんだよ。あ、大連はでやっぱり結構強いのも出てきてます。いや、茶帯黒帯はほとんど出てない。あ、出てないんですか。